ね、リアのゲート、リアゲートの内張りを外していきます。え、ピンで止まってるんですけど。あの、内張りとかと一緒で、パチパチ。そうですか。ちょっと硬そう。もうあれですよね、ゲート開けた状態で外すしかないですよね。閉めたと無理やね、はい。いや、まあ閉めてもあれですけども、やりづらい。うん。でね、外して裏どんな感じでピン止まってるかっていうのだけちょっと説明させてもらいます。うん、見た通りです。白いのが2、4、8、9個で、下の黒いこれが4個止まってます。ちょっと1個ずつね外してもらったら、たまにねこれがね、本体についてることがあるので、その場合はもう外してもらって、ピン抜きとかでペッて簡単に外れます。外してもらってここに入れてもらったら次つきやすいと思うのでやってみてください。で、これの動画の紹介をしたのはゲートについてる、ちょっとごめんなさい、ちょっとよろしくもらっていいですか、はい、リアのワイパーの交換とか、アクチュエーターとか、ランプですよね。そうですね、うん、もうランプコートとかですよね。うん、こういうのがこの内張りを外さないとできないので、これだけ紹介させてもらいました。また参考になればと思うのでやってみてください。チャンネル登録と手がこれお願いします。